ス、神器の魔、魔石らしきものは。おお、ビンゴ、やったのだ。あとはルシルの里があるリザリアの森と、あとゴダール遺跡だね。それにしても本当にマーターズが強すぎますね。バグを発生させているエントマクイーンが。でも気配は感じます。これまで以上の強大なクイーン種が発生しています。お前、ああそのマジかよ。ルシル、リーディー、あなたの気持ちはわかります。ルーデンスのリプカイけれど、今は一刻を争います。でしたら、あいつらの世話になるのではなく、交渉術の一つさ。歩み寄りを見せつつも緊張は、実際にはこっちが利用してやってるんだがな。さすが悪徳商人、頼りになるね。あーん、怖っ。わかった、あいつら。いいえ、ありがとうルシル。また椅子が跳ねてるのだ。決まった。ああ、いいかな。いっちゃいっちゃ。そうと決まったら急ごう。とっととストレインエリアに戻って。うん、行きましょう。あなたたちの正体も、でも私たちも目的のために。ルシル、あなたはもういいの？許しては。下品な笑いをやめてください。不愉快です。ああ、だからです。ノバ、うるさいわよ。優雅でないですよ、ノバ。うるせえ、いらねえクソが。上手に感情を出せるようになったわね、リリー。あなたの暴走、とっても面白かったわよ。人ってあんなに滑稽に踊るんですね。なんで知ってるのだ、リリーのこと。ここからは全てが見えるの。それはまたプライバシーを侵害してくれるね。本当に嫌だ。人を見下す言い方が鼻につく。それはもう答え。なんだこいつ、笑ったり冷めたり。いいえ、これが対話というものですかね。重ねて申しますが、それにあなたが想像しているように人間が作り出した AI、 人工知能とも違う。じゃあなんだ、神だとでも言う。飽きました。こいつ異様だな。会話はできたな。じゃあ扉を使わせてもらおうか。森は美しいですね。森といえば、リプカが悪い細工をしていましたね。あの子は本当に勝手な行動ばかりして。扉使わせてもらいます。それでは。場所は分かりますか？うん、この森の奥。森の奥？ルシルの故郷。違う、森の奥にある
精霊の祠の中に安置されてる。私、子供の頃に見たことがある。でいうこそ、その緑わざわざ海底神殿に戻らなくても、そこからオデュッセイアに行け。できれば。なんだいその反応。前に緑の幻宮に行った時に。なるほどね。ルシルがあいつらのことを怒って、それで里の人たちが殺された。その時にターミナルも破壊。はあ、マジで。はい。あのさ、リプカってさっきストレインエリアにいたル。何なのそいつ、ちゃんと成敗した？逃げられた。うん、私もそいつ許せないわ。いい度胸してんじゃないの。見つけたらやっつ。ああ、お前ら、クマさん。俺は天才かもしれないな。バグを手なずけた。はあ、何を言ってるんだエニグマ。さっきの次元断裂、あれを俺が任意に起こせるようになったんだ。何？おうよ、俺は魔法使いだと言ったろ。固定ってどこにワープするの？さっきのストレインエリアだ。どういじってもあそこにしか飛べない。いいえ、十分ですよ。ワープできるだけでもだいぶ。それにあそこには世界各地へ飛べる。エニグマだろ、今なら抱きしめてもいいぞ。なぜなぜ。ルシル、私も抱いていい？ダメです、調子に乗っちゃいけませんよクマさん。じゃはい。どうしました？以前お話しした不思議な夢について考えていました。それってリリーが山村ゆりささん。ええ、夢というのはとかく曖昧で細部までは覚えて。あの夢は名前だけでなく細部まで妙にリアルで気味が悪いです。そりゃそうだろう。この世界が現実だと思っているリリーにとっては。気味の悪い夢なら私も見たことがあるぞ。細長く巨大な石造りの建物がたくさん建っていた。は？私の場合、周りに人がいっぱいいてなんか眩しかった。私はすごく寒いところにいた。あるもあるも、そんな感じの夢見たことあるぞ。皆さんも同じような夢を？どういうと言われてもな。初めて会ったのに妙に馴れ馴れしくされた記憶はある。私はリリーと同じ、違う名前で呼ぶ。ルシ、うん、でもまさかクレアたちもリリーと同じように。ってことはさ、みんな同じような夢見ちゃってるってこと？同じかどうかは知らんが似てはいるんじゃないか。ねえ、なんかこれってもしかし前世の記憶ってやつじゃない？前世の記憶。ほう、そうきたか。何を言い出すかと思えばバカバカしい。いやいや、こんだけ細かいところまで覚えてるとかどう考えてもおかしいって。やれやれ、半期も半期。私も前世はあると思います。もしあの夢が前世の記憶ということであれば、たとえ家族が別人であってもそれならば納得がいきますものだよね。家族が別人？アルのお父さんとお母さんは夢の中でも別人じゃなかったぞ。デスティニー！なんだ突然。これって運命だよ、みんな同じような世界。実は私たち前世でも一緒にいた人たちだったりして。おお、それはすごいのだ。だとしたら私たちが出会ったのは前世からの因縁。妄想を膨らませるのも大概にしたまえよ。仮にそうだとして、どうしてここに来てみんな一斉に？だから。ずいぶん便利な言葉だな。シーナはどう思いますか？え、私です。どうしましょう水梨さん。俺に聞くなよ、
女は前世とか占いとかほんと好きだよな。まあちょうどいいじゃないか。まだ現実の世界の話もできないんだし。そんな簡単に言わないでくださいよ。大丈夫だ。そうですね、もし私たちが集まったのが運命だとしたら素敵だなと。はい、アルモだぞ。なんかドキドキする。もう勝手にしてくれ。やれやれ、クレアには悪いが、やはりリリー以外の奴らもリリーのような具体的な情報があれば調べようもある。始めるわよ。これでこんなもこれこんなものね。これでこんなもこれこんこれこんこれこんなこれこんなものね。これでいいのね。こんなものね。これ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 こんなもこれこんこれこんこれこんなものね。これこんなものね。よ、始めるわよ。始めるわよ。
何の用ですか。ようこそ。敵の弱点は
投入ですね。よろしいです。ありがとうございます。よろしいです。ありがとうございます。お呼び、それではまた。お呼びでしょ。そうそう。いらっしゃい。それではまた。インストールできるな。もちろん大丈夫だ。これでどうだ、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 これでどうだ。
の敵の弱点は無視だ。あ、できた。やった。奴らもそうだったが、モンスターの体の構造を無視した力で攻撃してくるから、とりあえず一人で突っ走らないよう協力しながら。君が強いのはよくわかっているが、見ていると戦い方が荒い敵。そんなことないよね。あるセリカ様、やってるであります。乱暴な戦い方。確かにお尻を手で打って敵に向かっておいでおいでしているのは目に余りました。敵に唾吐くのとか伝説の冒険家のやることじゃない。あと敵に向けておっぱいを寄せる意味もあまりないかと。エニグマ、みんながいじめる。お前めちゃくちゃだな。どうだろうな。それはね。違うのだ。困りました。
ことは、つまり…やったね。困りました。よし、このまま押し切れ。
行くよ。少しエニグマ社に行ってきでしたら、あ、何ありがとうございます。確かに、わかりました。何事もなく終わってよかった、リンさん。何事もないとは言えないですね。え、振り返らないで。そこの角前を通るときに鏡越しに背後を確認して、はあれは変な仮面つけた奴らじゃなくてよかった。今ここで私たちを取り押さえないのは、このまま戻るはもう繁華街だし。まずいわ、そこら中で私服警官が見え、そ、リンさんがこんなに悩んでるのって珍しい。なんとか方法をか、水無さん、あ、路地裏、ここでしばらく見でも大通りに出ればすぐにバレ、リンさん、なんでご、どうぞ、急、なんで服が、いざという時のために先日いろんな場所に変装グッズを仕込んでおいたんです。あの、本当にこ、今はこれしか方法があります。平静を保つ、そんなこ、小学生と高校生っていうのはさ、リンさんは違和感ないですが、俺が高校生っていうの、大丈夫です。さすがに30前後の男女が堂々としていれば仲睦まじい。確かに、リン、行きますよ。はい、お疲れ様でした。はい、リンさん、いえ、こちらこそ。何ですか、その、私が変装して小学生のふりをして、さすがに、もちろんです。おた、俺も高校生の変装したなんて知られたら、リ、そうですね、それでは、リンさんも、お、はあ、でも無事に、これはこれで、
開始。終わりだ。逃げろ。えい。よっと。私が村にいた1年前は冒険中に耳にしたこの石踏みの下にはもうなかえセリカ あそっかごめん聞かせてほしいのだなんでそれはあらあなた方はあこんにちはこんにちはええこんにちはあなたは いえどうぞお気遣いなくありがとうございます傷は少しずつ癒すしかありませんあの教えてほしいのだこれ十字君はしかもその服のボタンはうんアル・アストラだよあの夜の獣人狩りの被害者お母さんの名前もしかして何もしこの子にいや隠したってあるわそうだな獣人狩りあ何なのだ造船所のマークあなたのお母さんサティ・アストラがとても残酷な話だが君たち獣人は主としての生息数つまりというのも心ない人間どもによる獣人狩りが後を絶たないからだ獣人だって人と変わらないエルフもオーガも一般的希少な種である獣人の内臓や脳手やくだらないまやかしを扱う商人の風上にも置けないそんな世間に蔓延するエントマの影響かあるいは貧富の差による世の中の歪みとしか言いようがない一方で貧しい獣人は自らの子を売りに来る者すらもしい話だよハンターと名乗るその人間たちは望んだ部位を覗き去った上で半年前ストルフィルで獣人狩りがありましたその時に連れてこられたのはこの森で殺害されようとしていたところを私たちが救出したのです彼らはこと切れるまで繰り返していたよ家が襲われた時翌日町へ保護しに向かったがあるアルは確か家出から戻ってご両親と過ごした夜にしかも家の中が荒らされていてこれでお話がつらすぎて
当時の記憶を閉ざしてしまったのか。アル、大丈夫？ごめんね、なんと言葉をかけてよいのか。お？別に平気だぞ。残念だけど、仕方ないのだ。アルも薄々分かっていたし。アル。お？お前、泣いて。え？あれ？おかしいのだ。はっ！大丈夫。分かってるな、お前ら。素敵な品ですね。決めました。容赦はしません。そんなことしたくないけど。あたしの出番ね。俺は何？頼むわよ。ペコリ任せて。うわっ、何これ。頼みます。殺戮開始。よし、このまま押し切れ。
グやろ。あら、成功。やったね。はい。ハル、心配。気がついたか。よかった。もう目を覚まさないんじゃないかと思いましたよ。私は生き馬の目を抜く世界に生きる行商人だ。あの、おね、これであなたに渡せて。あ、ここに眠ってるのは獣人狩りなん。気持ちはわからなくはないが、他の獣人族のものももう取れ。では、あの、念のため。あれは先日の虐殺魔に壊せ。ルシル、お前も里に戻ってこないか。痛ましい亡骸だったが、綺麗な花のベッドで挨拶していくか。少し。いいよ、ここはあんたの家だ。それでは。はあ、ターミナル。そうとなると、やっぱ魔石を集め。うん、待って、ルシ。何？ある、気を失っ。夢？CD とかアクキーとかペンライトとか、つかそんないっぱいなんで買うの？あとで食堂のいちご牛乳おごってよ。お金？みんながご飯とかカラオケとか服とかに使おう。アイドル追いかけてると胸がキラキラで満たされるんだよね。私くらいになるともう握手会でも小舞ちゃん認知してくれてるし。不思議な名前。そうなのだ、リリーもだよな。やめてください、その名前は。で、夢には続きがあってね。親たちのいる家に帰って、家族みんなでご飯を食べていた。ウサギ頭の変な奴らが押しかけてきて、家族全員誘拐されちゃったのだ。マジで夢の中まで。うん、そういえばリリーも誘拐され。ええ、こうなると前世の記憶ってのも考えちゃうね。誘拐されたところで目が覚めるという教。水無しさん、やっぱりアルも。ああ、いよいよ。しかもアルの話から。あの夢は本当に。わかります。そうそう、まだ現実世界のことは。あいつらが本当に現実世界の人間だったと。 NPC にはゲームクリアのエンディングログ。そう、まあ
ルだよ。リリーです。やれやれルシ、うん、山村ゆりさ、やっぱりだ。疑惑は確信に変わった。アリスコードの AI、 少なくともリリーやアルたち NPC は、あんたの言う通り、アグルは安定した大企業だし、な、後ろにいるアファシス教団の陰謀かも。アグルを使って世界中の IT 環境をテロだ。あのサイバーテロも。ああ、図式がなんとなく見えてきたな。行きましょう。潜入捜査だ。裏の通用口の驚く。そうだね。これで扉を開けてスタッフの顔をして入れば、警備室の前を通るのも簡単だよ。成功法で言っても水ぶっかけられるのがオチなんだ。だったら、そうだけど、その今夜じゃなく明日の夜にできなくて。宗像さん、ここは失敗は許されませんので、もろもろの準備のために一日しっかりかけましょう。通信機と妨害電波装置、それとここ数日の調査で実際に現地を見て、ただ安心してください。うちのグロック社長があのビルに全ての監視カメラを。ほね、逆にこちらにはハッキングしたリアルタイムの監視映像を送る。それで潜入をサポートしつつ、アグル内にあるニューラルウェア開発部門を探っていただく作戦で参ります。ニューラル、アリスコードエンジンの根幹になるスーパーコンピューターの名称ですね。なるほど。演算用の機械は嫌まれもの、これは犯罪です。いいですよ、どうせ指名手配されてるんだ。新た、それと、ま、言ってみればまだあなたは無関係。任せてください。乗りかかった船だし、何かあっても一番ごまかしが効くのは元社員の僕ですから。それに僕は男です。女性のあなたの前で格好をつけたい。わお。それじゃあ、僕は英気を養うために今日はもう休憩室で寝るね。おやすみ。See you。では結婚は明日の23時。リンちゃん、アリゾナでのお仕事がなかなか片付かないそうです。そりゃ疲労も溜まってるっしょ。倒れる前、今晩は礼とかいらないから。ああ。新た、スミちゃん買ってくれた鉄の艦隊ミュージニアのブルーレイ。新たは忙しいのよ。すみません。あれ、外雨降って。そうですね。うん。寝る分には。新田君、行方不明者がたくさんいるって言った。はい。僕の妹も実はね。え？いや、妹の場合は多分家出だから。アファシスがどうとか、そんな大変な事件とは違うんだけど、家族がいなくなるってみんな無事に返してあげたいよね。はい。あとさ、アファシスの連中は君の持っている、ええ、そいつらとアグルがくっついているなら明日は君は行かない方がいいよ。え？僕が一人で潜入してやる。
いや、それは大丈夫。こう見えても僕はティム・クルーズのスパイ映画の大ファンでね。君は一本でも見たことはあるかい？ミッションサクセスフルシリーズ。ないですね。すみません。じゃあ連れてはいけないな。あの映画から潜入のイロハを学んでくれてないなら足手まといになっちゃうからさ。はそれにさ、君はもうスミカちゃんを仲間。君が拉致監禁から救出された夜、危ないからってみんなを解散させたろ。よほど誘拐された君が心配だったんだろうね。あの後彼女絶対許さない、自分がウサギをぶっ潰す、あらたーって。男は女子を泣かしちゃダメだ。ま、本番での僕のスペックを見ててくれ。おやすみ。知らなかった。ガックガクに震えてるんだけど。でもさすがリンさんの用意した装備だね。最新鋭の機器群だからあんだけつけてもかっこいい。俺はちょっと怖いけどな。聞こえますか？聞こえる。小声で話してくれれば俺に直で聞こえます。通信しながら警備員が給湯室に入ったようです。今一瞬だけ運も味方してくれているみたいだ。今日は警備員。現在1階フロア表示板では各種部門の研究開発ラボは20階から25階の5つのフロアが、アリスコード開発の部署がどの階だとか、やっぱり僕がこの会社にいた時とは開発フロア。各階にあるカメラの映像ではどれが何のプロジェクトなのか判別できません。守秘体制は万全の会社だからね。しらみつぶしに行くか。大変だけどよろしくお願いします。階段もエレベーター同様。任せて。20階。お疲れ様です。カードキーでフロアに入ったら平気さ。外回りで鍛えた足腰がある。なあ新田君、ところで昨日の凛さんの反応あれ。ほら、僕は男です。ちょっと、どうしました？思えばハグル社員時代、君たちのエニグマに出向して凛さんに一目惚れしてから早数年。やっと少しでも気持ちが通じたのかと思うとさ、やっぱり女性の前で格好をつけなくなったら男はおしまいだよな、あなたくん。そうですね。あとこれリンさんにも聞こえてます。え、ふわ、二人だけの通信じゃなかったの？あ、はい。そのフロアに熱源反応があります。気をつけてください。はい。宗像さん気をつけて。一度物陰に隠れて敵の位置を把握。わかった。モニターでは詳細がつかめます。背が低い、小さい、あの人影。嘘だろ、女の子か。女の子。どう見ても尋常じゃない。こんなビルに夜中に。おら、気をつけてください。もしかしたら一
人の類じゃないかもしれない。靴は大人用の革靴を履いているんだ。宗像さん、放っておけないよ。君、どうしたんだ。待って、僕は君の味方だ。ヌナカタさん、ちょっと…ああ、ごめん。女の子は見失ったけど、これ、多分機密の置いてある部屋だ。あ、行った。まさかだね。遮断攻撃を受けています。まずいです。そんな、ナッツ宗像さん、聞こえる？新田くん、まあいいや。このカメラ、僕の視界が録画できてるはずだし。部屋の中は真っ白で何もないです。ピシッと閉じられた書類の束がポツンと。手に取りました。見えますでしょ、企画書？ルーデンスプロジェクト？電気が消えて、ああ、壁中に蛍光塗料で書かれた数式がびっしり。ようこそ、ルーデンスプロジェクト最高機密の前。まあ楽しかったかね。どうだ、アクセスキーも手に入り、警備員も少なくて潜り込みやすかった。まさか罠？そう、罠だ。何が目的だ。対等に口を聞くな。捕まった。お前はこれからこの世のも負け犬。宗像さん、宗像さん。宗像、なんて？無事脱出。少しした。本当？わからない。けど。相手に知られているのだ。リンス、私は自分が ルーデンス。宗像さん、あんたが言ったこと。私が